2011年までのロゴマーク2010年までのロゴマークドイツ国家民主党はドイツの極右第3の一政党。略称は NPD。日本語ではドイツ国民民主党とも言われる。一般にドイツにおけるネオナチ団体の筆頭として知られている。政府の連邦憲法擁護庁は、綱領や思想が極右的であると評価し、 憲法秩序に対する脅威に分類して監視している。一方で旧来のナチス支持者やネオナチ運動だけでなく、移民に反感を持つ失業者なども支持層に加えており、小規模ながらある程度の勢力を有している。連邦議会では、未だ無議席ではあるものの、これまでいくつかの地方自治体の議会や、複数の衆議会で議席を得ており、 2014年には欧州議会でも1議席を獲得した。その後州議会、欧州議会の議席はすべて失ったが、ヘッセン州の地方自治体で、党所属議員が主張に選出され議論を呼ぶなど、なお一定の影響力を維持している。なお、旧東ドイツにもほぼ同じ名前の衛生政党が存在したが、この記事で扱う政党とは無関係である。ドイツ国家民主党は、 ネオナチ団体であるドイツ帝国党の後継政党として1964年に結成された。一時期はドイチウォックスユニオンと合併してナッショナル・ドモクラタ・スキー・パル・タイ・ドイッチ・ロンツダイ・ウォックスユニオンとも名乗っていた。ドイツではナチス政権成立の経緯への反省から憲法の規定によって民主主義、自由主義を否定する団体は非合法化される、戦う。 民主主義が取られており、過去にドイツ社会主義帝国党とドイツ共産党が禁止されている。NPD の禁止の動きは2002年にあったが、政府側の承認として出廷した人物が政府のスパイだったことが明らかになり、連邦憲法裁判所での審議が中断した。2012年12月、上院が二度目となる NPD 非合法化を連邦憲法裁に申し立てる、 ことを決定し、政府も2013年3月20日に、閣議でこれを支持することを決めた。しかし、NPD への不要意な注目を集めてしまう、上院による提訴で十分である、等の理由により、政府としてこの申し立てに参加することは見送ると、発表した。NPD は、バイエルン州内無償の見解によるとナショナリスティックで、ドイツ憲法に敵対的で、人種差別的であるが、 対外的には、いわゆる民族多元主義を標榜している。現在の基本政策は、2010年に可決されたもので、ある。NPD は、エスニックナショナリズムを基本政策として掲げている。それによると、人間の尊厳は、ある一つの民族に所属していることにある。NPD は、人間一鳥数とではなく、民族を政策の中心に据えており、この点は、 民主主義的な政党とは異なっている。NPD の見解では国家の責務は民族に対して責任を担うことにあり、民族とはエスニックグループと人種とが等しく調和していることである。このような基本方針に基づいて具体的な政治要求が作られている。外国のネガティブな影響からドイツを引き離すことはその政治要求の一つである。経済であれ、 政治であれ、文化であれ、すべての生活領域はもっぱらナショナルなものでなければ、ならない。ドイツ人がさらされている過剰な多民族化と過剰外国化を阻止しなければならない、と NPD は主張している。そのために NPD が要求しているのは、ドイツ人でない住民のドイツ連邦からの追放、ドイツマルクの復活、NATO や EU などの国際同盟からの脱退。 第二次世界大戦終結後ドイツに駐留しているアメリカ軍の撤退、難民保護法の撤廃などである。さらに EU へ支払っている高額な分担金を批判し、トルコの EU 加盟交渉にも反対している。NPD は民族共同体の意思の貫徹を掲げる権威主義国家に賛成している。NPD の綱領は様々なナショナリズム的。 反資本主義的な展望を取り上げている。国家社会主義の言葉遣いをしており、国家社会主義を連想させる。例えば、ドイツ家族とは、女性は主婦であり母親でなければならないとする、最も価値のある生き方である。主婦の活動が職業であることを法的に認識すべきである。経済政策の点では、経済はドイツ国民に奉仕しなければならないとか、すべての土地は、 国民の所有物であると主張している。また、強姦殺人、児童殺人、強盗殺人、無差別殺人の再犯や、重度の麻薬中毒の場合に対処するために、死刑を再導入するよう要求している。党は、環境問題にも強い関心を持っており、有機農業に賛成しており、原子力発電、遺伝子工学、乱獲、外来種、工場式畜産、 動物実験には反対している。もちろん、このような見解は、ナショナリズム的、人種差別的、国家衛生的な観点から引き出されている。NPD の外国人的視、ホモフォービア、反ユダヤ主義、ナショナリズムに基づいた、社会モデル、ポピュリズム、反資本主義、権威主義的指導体制への進行から、専門家たちは、 NPD の基本考量と1920年代から1930年代初期のナチスの基本考量に悪い自勢が見られると指摘している。このように NPD は単に特定の政策目標を達成したいだけなのではなく民主主義的な法治国家、憲法国家という今日の支配システムを排除しようとしている。このため NPD は憲法的対社と 評価されており、1998年のバーデン・ビュルテンベルク州憲法擁護庁報告書の中に国民抗議第一回大会のホルバー・アップフェルの公開演説が見られる。それによると、アップフェルはドイツの政治システムと根本的に戦い、根絶やしにする唯一の組織政党は NPD であると演説した。諸君、我々が 毎年憲法擁護庁報告書に載って、体制に対して敵対的だと、憲法に敵対的だと、記述されていることを、我々は誇りに思っている。その通り、我々は憲法に敵対的なのです。NPD は、ドイツ・ポーランドの国境線の再確定、つまり、旧ドイツ領を回収し、旧ドイツ国境に戻すよう要求している。彼らによると、シュレジェン、東ポンメルン、 東ブランデンブルク、東プロイセンは再び、ドイツ来日に編入されるべきである。NPD はウェブサイトで、第二次世界大戦勃発は、ポーランドのせいであると主張していたことがある。歴史的責任、新衛隊や国防軍、数百万の同調者によるナジスの犯罪の、歴史的責任は、第二次世界大戦のドイツの犠牲者に対する、言及なしにはなし得ない。 ホルガー・アップフェルは NPD は一面的な食材告白には協力することはないと明言している。一方ではザクセン州の NPD 統一会派が2005年1月21日すべての犠牲者に対して行われた黙祷に参加しないことを決定したことがスキャンダルな事件としてメディアで報道された。ドレスデン空襲によるドイツ人犠牲者を考えるつもりであった。 2002年6月6日の記者会見で NPD は自由な思想や行為がドイツで可能にするにはユダヤ中央委員会の影響力と権力を壊すことが必要だとしている。反ユダヤ主義ではなく反ユダヤ主義批判の過剰さを問題にするという政治的議論にも関連していると言える。2005年1月21日にザクセン州のドレスデンで 第二次世界大戦での大空襲から60年が立ち集会が行われた。一方、NPD はドレスデン爆撃は爆弾によるホロコーストだと主張して街頭で申した。ドレスデン市議会で行われたナチス犠牲者への追悼に対し、NPD 所属の12人の議員は第二次大戦中に連合軍の空爆を受けたドイツ各都市の犠牲者を悼むべきだと主張し、 目祷を拒否して退場した。2008年11月のアメリカ合衆国大統領選挙の後、NPD はアフリカはホワイトハウスを征服したというタイトルの文章を公開した。アメリカ合衆国で初のアフリカ系アメリカ人の大統領が選出されたのはアメリカのユダヤ人と黒人との同盟の結果だとして、非白人のアメリカ人は言語、 文化的歴史そして伝統を基礎として有機的に育てられた社会的序列が人間の本質だと信じている人々に対する宣戦布告であるバラク・オバマはこの宣戦布告を厚かましいくらい輝く笑顔の背後に隠しているのだと主張したドイツでオバマに対して支持が広がっていることについてはアフリカの伝染病に似ているとしたフォークとは 様々な白人至上主義の指導者、2009年にアメリカの政治家デビッド・デュークとの会談を行っている。ウド・パステルスは2008年の南オセチア紛争におけるロシアの見解を NPD として支持すると述べた。2009年にはメクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州のポーランド国境に近いユッカーランド軍でポーランド人の侵略を阻止せよと書かれたプラカードを立て、 当局に撤去されている。当は撤去の不当を訴えて提訴し、下級審では認められたが、上級審で人の尊厳を傷つけ治安を乱すものであると判示され敗訴した。しばらくの間、厳格な国家社会主義的心情を持った諸グループは NPD はに対して距離を取っていた。なぜなら彼らは市民的であるように見えたためである。しかし二千四年十月に、 中林ンのライネフェルデボルビスで開かれた NPD 党大会で民衆扇動罪の善科を持つ自由ドイツ戦友連合の活動家トルステンハイゼが NPD 連盟代表者に選ばれたこのことは党と自由ドイツ戦友連合との関係が強化したことを表している3000人のメンバーが所属する約170の自由ドイツ戦友連合をハイゼの助けを借りて 自分の政治活動に含めたいと NPD は考えている。2004年の憲法擁護庁報告書から NPD とより過激な極右勢力との接近が見られるということである。党はドイツ国民戦線というコンセプトによって極右陣営統一化運動の中心になった。ユンゲフライハイ都市の2004年のインタビューで全国委員長、ウドウフォークとはこの件について 以下のように説明した。もちろん、今日でも、国家社会主義は、時代の流れの中で、ドイツに存在しています。NPD にとってその傾向は重要なものでは、ありませんが、しかし、国民自由主義や、国民保守主義だけでなく、国家社会主義的傾向も統合しようと、心を見ています。輪郭をはっきりさせることで、性的がはっきりするのに役立ちますからと述べている。 暴力容認派で違法となった、ザクセンスイススキンヘッドの多数のメンバーは、その間に、NPD で活動を始めた。その中には、犯罪組織設立で有罪となったグループのリーダー、トマス・ザッテルベルクと、共同設立者で、前科持ちのトマス・ラッコウも含まれていた。2006年11月、いわゆるドレスデン学派が、ザクセン州議会での NPD の記者会見で、 初めて紹介された。ドレス伝学派は、シンクタンクとして NPD に尽力し、マックス・ホルクハイマーやテオドール・アドルノなどのフランクフルト学派と全く異なったものと自認している。罪悪感コンプレックスを抱えた民族を、再び精神的に健康にさせることを可能にする、中性主義的歴史観を構築するために、多文化主義者と民族改造者に、 政治闘争を宣言している。政治学者のリヒャルトシュトエースは、このような試みは、他の極右を理論化しようとする試みと同様、結局は見事に失敗したとしている。2011年11月、NPD の駐輪元修における、支持団体や青年組織から派生したネオナチ団体、国家社会主義地下組織が、1990年代末から2007年までの間に、 トルコ、イラン、ギリシャなどからの移民に対するテロを繰り返し、少なくとも9名以上を殺害していたことが明らかとなった。犯人グループのうち2名は銀行強盗中に警察に包囲されて自殺し、残り1名は証拠隠滅を図った後に投稿して全容が判明した。捜査の過程で NPD の党幹部がテロ行為に協力したとして逮捕されている。 連邦レベルでは、これまで得票が、議席獲得に必要な全国得票率5%に達したことがないため、ドイツ連邦議会の議席は未獲得であるが、州レベルでは過去に議席を得ている。また、2014年欧州議会議員選挙でも1議席獲得した。2016年9月以降、議席のある州はない。演説中のフランク・フランツ党首、ありがとうございます。